私は演劇に興味があります。皆さんもクラスの出し物や学芸会、幼稚園のお遊戯、一度は演技をした経験があるかなって思います。私は中学生になったら演劇部に入りたいなって思ってました。ですがこの学校には演劇部がありません。仕方なく私は一人でできる練習をしていました。そんな私を見てお友達がこのワンルーム学級に誘ってくれました。私はこのワンルーム学級でみんなと一緒に演劇をしたいと思っています。みんなで一つの舞台を作って演劇の楽しさを少しでも知ってもらえたらいいなって思います。舞台、あんまりピンとこないな。私が舞台に立つなんて恥ずかしいな。ゆずきちゃんにはハードル高そうだ。みずはさんはそういうの慣れてるから大丈夫そうだけど。多少はね。でも演劇とは全然違うからちょっと想像つかないわ。私もやったことがない。やっぱり興味ないのかな。私やってみるよ。これから少しだけですけど皆さんの前で実演したいと思います。人の心を疑うのは最も恥ずべき悪徳だ。王は民の忠誠をさえ疑っておられる。疑うのが正当の心構えなのだとわしに教えてくれたのはお前たちだ。人の心は当てにならない。何のための平和だ。自分の地位を守るためか。罪のない人を殺して何が平和だ。3日のうちに私は村で結婚式を挙げさせ、必ず
ここへ帰ってきます。要するに子供たちと遊んで過ごそうってことね。子供たちに劇を見せるってことで演劇なんていいんじゃないかしら。本当ですか？ねえ、劇の内容にもよるけど子供向けのものなら問題ないと思うわ。少人数の仲良しチーム雪合戦組でやってみたら？それなら息も合わせやすいでしょ。ありがとうございます。嬉しそうね、あなたたち。はい、精一杯頑張ります。見つかってよかったね。大丈夫だよ。あ、そうだね。どうしよう。どこかいい場所あるかな。すごい偶然。学校でも家でもご近所さんだったんだね。
お邪魔しまーす。いらっしゃい。って、ユキタじゃないの。ええ、構わないけど、その子は？あ、はじめまして。私、クラスメートの、ナシロモミジって言います。あら、そうなの。ナシロ？そこの洋食屋、私のお家なんです。ああ、やっぱり。道理で見たことあると思ったのよ。世間って狭いわね。ナシロさんとこの娘さんと私の息子がクラスメイトだなんて。そうだね。同じクラスじゃなくても顔くらい見そうなものなのにね。もみじちゃん、息子と仲良くしてあげてね。そんな、こちらこそです。私、いろいろ良くしてもらって。だって、息子が女の子を連れて帰ってきたのよ。母親としては嬉しいものじゃない。私、そういうんじゃ。冷たいわね。練習するなら台本作らなきゃ。ちょっと待ってね。検索検索。ああ、ほんとだ。ちょっと余計なおしゃべりが多すぎたかな。うん、お疲れ様。明日は練習だね。え？でも私のお家すぐそこだよ。これ持っただけで役者になった気分だ。
じゃあ次は配役なんだけど、やりたい役がある人っていますか？はい、私アリの体調がいい。じゃあ体調アリはひなたちゃんね。他はどうですか？私はあんまり目立たないところが。じゃあナレーションはどう？舞台袖でお話をまとめる役だよ。舞台袖って横の隠れてるところ？それならなんとかなりそうかも。じゃあ決まりだね。キサラギ先輩とベスリーはどう？私は特に希望もないからお任せするわ。私もモミジに任せる。水葉さんとベスリーさんもアリだ。来たれ働きアリチーム。だってキリギリスはモミジさんがやるっしょ。え、私？一番セリフ多いっぽいし、キリギリスはモミジさん以外いないっしょ。キリギリス頑張ります。先輩はキリギリス2号だ。みんなで力を合わせたおかげでどうにか間に合いそうだね。水穂さんのアリ動きめっちゃ綺麗だけど、ずいぶんドラマチックだ。これで冬も大丈夫。これじゃ働きアリっていうか女王アリが3匹じゃん。え、モチじゃん。あれ、女王アリって巣の中に1匹だけだったよね。そう、問題はそこなんだ。だから先輩、舞台でミスコンやっちゃおう。誰が女王様か決めるんだ。ベスリーさんもミズハさんも強敵、相手にとって不足なし。君たち、相変わらず今日も働いてるのかい？ナシノさん、上手。うん、さすがうちの看板女優だ。誰がどう見てもモミジさんが一番の女優じゃん。次、キリギリス2号のセリフだよ。そうね、ずっと緊張してたわ。私はめっちゃ楽しかった。演劇が好きになったぜ。ドキドキした。でも私も楽しかった。みんな大変よくできました。パ
チパチ。そうかな。みんなのお手本になるように頑張ったんだ。ねえ先輩、私ずーっと思ってることがあるんだけど。先輩さ、もみじさんだけ距離遠くね。ゆずきちゃんのことはなんて呼んでる？ベスリーさんとみずはさんは？あたしのことはひなだ。じゃあもみじさんは？ほら遠いじゃん。他人行儀、よそよそしいって。うん、私は別にこのままでも気にしないよ。ダメ、本番前にもっと結束を固めるべきだ。そりゃ名前に決まってんじゃん。もみじさんのことも名前で呼ぶんだ。そんなに緊張してんの？だって男の子に名前で呼ばれたことなんてないから。ピュアだ。もみじさんかわいい。やめてよ、恥ずかしいよ。名前恥ずかしい？どうして？こういうのは日本独特の感覚かしら。レスリーさんにはちょっと難しいかもしれないわね。難しい。嫌じゃないよ。うん、大丈夫。よろしくね。ゆきとくん。それじゃあもう一回練習してみよう。今度は上手にできるかな。上手じゃなくてもいいんだよ。楽しむことが大事だから。気にせずに思いっきりやってみて。これで本番も大丈夫っしょ。あたしグッチョ。みんな頑張ったもんね。特にひなたちゃん、いいアリさんだったよ。でしょ。ほら、あたしのおかげだ。そうかしら。ありがとう。私もいい勉強になったわ。うん、演劇の練習、自分にも活かせそうな、いい感覚が持てる、そんな気がするの。おお、さすが水葉さん。ってことは、次は働きありの気持ちをスケートで表現すんの。そうね。その機会があれば、いつかね。私、練習したいから、帰ったら、一緒に練習してくれる？間違えちゃっても、みんなで助け合えば大丈夫だから、週末の本番、思いっきり楽しもうね。
本の子供、たくさん。大丈夫よ。リラックスして頑張りましょう。みんなが安心できるように、私がたくさん頑張らなきゃ。何かあった時にフォローするのは私の役目だから。え？アドバイスって？言葉みたいだね。お笑いと劇はちょっと違うんじゃないかな。私たちも頑張るから気楽に行っちゃおリラックスリラックス、もみじさんすごいんだから心配ないって。ひなたちゃんくすぐったいよ。ひなたちゃん元気だな。本番前に疲れちゃうよ。そうかも。始まる前に話しかけてくれて助かっちゃった。みんな、そろそろ始まるわよ。準備はいい？ちょっとだけ時間いいですか？始まる前にね、こういう風にするといいんだって。みんな、私のやりたいこと叶えてくれてありがとうございます。もみじさん、まだ早いよ。本番はこれからじゃん。そうだね。でも、みんなにどうしてもありがとうって言いたかったんだ。こういうの、いいわね。仲間って感じがするわ。仲間。私も、仲間。うん。レスリーさんも一緒ですよ。私ドキドキしてきた。楽しくなりそう。今日の舞台、みんなで思いっきり楽しみましょう。やがて寒い冬がやってきました。野原の草はすっかり枯れ果てて、食べ物は一つもなくなってしまいます。お腹が空いたよ。寒いよ。苦しいよ。助かった。食べ物を分けてもらおう。
キリギリスさんは暖かそうなお家を訪ねました。お家の中はとても明るくて賑やか。なんとそこはアリさんのお家だったのです。おーい、アリさん、開けてよ。おや、キリギリスさんじゃないか。どうしたんだい？食べるものがないんだ。少し分けてくれないかい？僕たちは暑い夏の間に一生懸命頑張ったんだ。そうだよ。だからこうして寒い冬を暖かいお家で暮らしていられるんだよ。君は働いている僕たちを見てバカにしていたじゃないか。好きなだけ遊んで暮らしたらどうだい？そんなことを言わないでくれよ。僕が悪かったよ。こういうのを自業自得って言うんだね。ごめんよ。来年はしっかり働くよ。どうしようか。食べ物あまり多くない。少しくらいなら分けてあげてもいいんじゃない？ただじゃ分けてあげられないね。僕たちを楽しませてくれる芸を見せてくれたら分けてあげるよ。分かったよ。よく見ててね。行くよ。この寒さはコールド。見せてもらってないから入っちゃダメだよ。いいぞ、やれやれ。今度は何かな。また寒いんだじゃれかな。こうしてアリさんとキリギリスさんは仲良く冬を越しました。おしまい。すごく喜んでたわよ。もう感動薄いわね。もっと喜んでもいいのよ。私はすっごく嬉しい。それにめっちゃ楽しかった。一気に力抜けちゃった。まだちょっとドキドキが残ってる。うまくいってよかったわ。この感じ、いつもとは少し違うけど、とても気持ちいいわね。たくさん拍手。嬉しかった。ほーら、みんな喜んでるじゃない。ねえ、ナシロさん。はい、私、最高の気分です。
想像してたよりずっと興奮して、ライトと拍手がすっごく気持ちよかった。そうそう、途中から子供に突っ込まれるのが楽しくなってきちゃった。でも、ひなたちゃんはちょっとやりすぎだったんじゃない？え？そう？大受けだったじゃん。なしろさんがうまくフォローしてくれて助かったわ。ひなたのセリフ、時々よくわからなかった。いやー、ふわっと思いついちゃってさ、そしたら我慢できなかったんだ。アドリブができちゃうのってすごいと思うよ。ひなたちゃん、役者に向いてるんじゃないかな。ま、マジで？私才能ありすぎじゃん。ん？別に転んでない。まあまあ、気にしない気にしない、滑り芸ってやつだ。教えた通りにやろう。じゃあ行くよ。せーの。お疲れ様でした。私も見に行きたかったわ。ももちゃん、しっかり撮っておいてくれた？はい、バッチリです。後でデータ渡しますね。息子の晴れ舞台なのよ。見守りたいのが親心ってものよ。西園先生、録画したデータって私たちにももらえますか？もちろんそのつもりよ。編集とかは無理だから撮ったまま渡すことになるけど。全然いいです、ありがとうございます。私たくさん間違えちゃったから見るの恥ずかしいな。私は楽しみ。映像にも残ってるなんて一生の思い出じゃん。思い出。そう、思い出、メモリーだよ、ベスリーさん。そうね、ベスリーさんにとってはいい思い出になったんじゃないかしら。うん、やっぱりワンルーム学級最高。お疲れ様。うまくいってよかったわね。私のことはいいから、それよりあなたの話。そうよ、みんなのリーダーとして頑張ったじゃない。楽しいスケート、久しぶりだったわ。でも、私をワンルーム学級に誘ってくれたのはあなたでしょ？あ、私もだよ。私もワンルーム学級一緒にできてすごく嬉しかったよ。ひなたちゃんもなしろさんもベスリーさんもきっとみんな同じだと思う。みんな感謝してるのよ。素直に受け取っておいたら。
そこの三人、何勝手に盛り上がってんだ。別に盛り上がってたわけじゃ。それより先輩、例のあれ、いつやっちゃう？わかったわ。うまくごまかしておくから、あなたもしっかりね。先輩の入ってくるタイミングはライムで知らせて。さあ、みんなで一発かましてやろう。何？どうしたの？先生がいてくれたからめっちゃ楽しかった。ももちゃん、ありがとう。私もとても素敵な時間過ごせた。西園先生、ありがとうございました。先生のおかげで私の夢が叶っちゃいました。私もお菓子作りすごく楽しかったです。お疲れ様でした。素敵な先生になってくださいね。ちょっと、やめてよ。こんなの私。冬になったらまた雪合戦だ。手加減なしの真剣勝負で。今度はもう少し穏やかな遊びがいいな。穏やか。カードゲーム？楽しそう。トランプ、みんなでしたいな。うん、楽しそうだね。それなら私も勝ち目がありそう。このメンバーだと、トランプでも穏やかになる気はあまりしないけどね。やめてよ、もう。あらあら、ももちゃんたら。私、こういうの苦手なんだってば。しんみりしたのとか、お祝いなんて。それに、私なんていい先生じゃないし。そんなことありません。すごくいい先生でした。先生の授業、面白かったですから。私も、日本語を教えてくれた。ありがとう、ももちゃん。やめてよ。それじゃあ今からは舞台の打ち上げ兼ももちゃん先生の送別会に変更だ。いくよ、せーの。お疲れ様でした。ありがとう、みんな。Thank you.
少しだけここにいてもいい？コーヒー入れてあげるわ。ちょっと待っててね。あ、いえ、そんな悪いですから。頑張ったご褒美よ。二人が中心になって劇をやったんでしょ？はい、そうです。じゃあ褒めてあげなきゃ。一緒に座って待ってなさい。終わらせたくないなって思って、お家に帰ったら今日はおしまいって気持ちになっちゃうでしょ。初めて舞台に立って演劇をして、私ね、すっごく楽しかったの。いろんな気持ちを表現できて、やっぱり私演劇が好きなんだなって改めて思って、それでね、舞台の上でゆきとくんにありがとうって思ってたんだ。私がこっそり練習してるところを見られてなかったら、多分違う教になってたと思う。ワンルーム学級に誘われても演劇とは違うことを発表してたんじゃないかなって思うんだ。だからありがとう。お待たせ。あんまり遅くならないうちに帰るのよ。はい、ありがとうございます。